今もつかまり立ちをしてずっと歩き回ってる状態なんですけど、もうその危なっかしくて、もうとにかく目が離せないっていう大変さですかね。去年6月に女の子を出産したタレントの辺見えみりさんがサラダを手軽に食べられる新商品の発表会に登場、子育てについて語りました。なんか、うん、指を刺してあーだこうだおおとかなんかペラ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 って言うんだけど、それが何語なのかはよくわからないみたいな、すっごいおしゃべりな子になりそうなぐらい喋ってますね。はい。